人に期待なななんんかかしてももいいいことなんか一つもないよ自分が勝手に空想したその人物に対して期待をしたところで、そんなの意味あるそれって本人じゃないから。本当の意味で相手を好きとかっていうのは、例えば、まあ、間違えたこととかしちゃったらね、例えば犯罪とかそういうのだったら、いや、それはちょっと残念だなって思われてしまうのは、それはそうだけど、そうじゃなくて、なんか自分の思考と違うこととか、 今までと違う部分の考えっていうか、その人から出てきたことに対して、あそういう面もあったんだ、知らなかった、へそうなんだねって思えないんだったら、好きとかじゃないよね。それはもう道具としてしか思ってないってことだから、その人のこと。その人間性ちゃんと見極めた方がいいよ、自分で。 こういう面もあるんだな。知れてよかったなって思うのが、その人のことを好きということだから。じゃなくて、そういうのはいらないんだよね。とか、求めてないです。とか、そういう発言が出てくる時点で、それは自分が相手のことを道具とか、そういうものとしか思えてないってことだからね。自分がそういうことを思っちゃう人間なんだなっていうのを、ちゃんと自覚した方がいいよ。引き出し開けたら、小さい鎌田さんがいたら、ね、いろんな話できるし <laughs> こんなの現れたらもう、警察終わっちゃうから。 <え>いや、こっちが A だわ。<laughs> 開けたら私出てきて、ええじゃねえんだよ。<laughs>